イタズラ天使はテレリオスが1965年に出版したザ・フィフティンス・ペリカンを原作としてスクリーン・ジェムズが制作したアメリカのシットコムである。ABC が1967年9月7日から1970年4月3日まで全82作品を放送した。主役のシスターバートリル役をサリー・フィールドが演じている。物語はプエルトリコ島のサンフアンにある。 三ンコ修道院を舞台に、そこで暮らす修道所の一団が起こす騒動を描く。物語に笑いを持ち込むのが空を飛ぶ能力を持つ、見習い修道所、シスター・バートリルである。シスター・バートリルは、シカゴの出身で、本名は、エルシー・エス・リントンという。家族は未医療従事者であるが、伝道の仕事をしていたおばの影響で、修道所となり、シスター・バートリルを名乗る。 物語の第一話でニューヨークからサンタンコ修道院に到着したシスターバートリルは海岸の絶壁の上に位置する修道院を吹きすさぶ風に乗って空を飛ぶことができることを発見する。この飛行能力は修道院周辺の強風に加えて90ポンドに満たないシスターバートリルの身の軽さと浴場の修道所防止の着用との相乗効果によって実現される。 しかしシスターバートリルより体重の軽い少年が同じ帽子をかぶっても飛ぶことはできず、シスターバートリル自身も激しい雨や嵐の中、あるいは帽子が変形してしまった時には飛ぶことができない。物語はシスターバートリルがこうした独自の飛行能力を駆使し様々な問題を解決、あるいは自ら問題を引き起こしながら展開していく。1965年。 ABC は新進女優のサリー・フィールドを主演に起用したシチュエーションコメディギジェットは15歳の放送を開始した。番組は視聴率の不振により翌年には打ち切りが決定したが打ち切りが報じられると ABC には抗議の手紙が多数寄せられた。この頃ギジェットは15歳の制作を担当したハリー・アッカーマンの下にプロデューサーのマックス・ワイリーが テレディオスのザ・フィフティンス・ペリカンのテレビ化の話を持ち込み、次のフィールド主演作として企画されたのが、イタズラ天使である。脚本のバーナード・スレードはすでにフィールド主演を前提に書き進めていたが、映画に目を向けていたフィールドは当初、イタズラ天使への出演を拒み、制作に当たったスクリーン・ジェムズは、主役にロンとループを起用して、パイロット版の撮影を始めた。 しかしフィールドは、卒業、哀愁の花びらといった映画で、オーディションに落ち、系譜で俳優のジャック・マホニーからも、いたずら天使の仕事を受けなければ、もうこの世界でやっていくことはできない、と脅かされてホニーし、主演を務めることになった。また修道院を舞台としたコメディという番組の、内容から、懸念されたのは、宗教界の反応であった。批判を避けるため、 番組は教会とも相談しながら制作が進められ、各会はナショナルカトリックオフィスフォーラジオテレビジョンの監修を受けることになった。教会との協議の過程で、主人公のシスターバートリルが正式に誓いを立てる前の見習い修道所と設定を変えられはしたものの、向こうとは番組が教会の宣伝になるとして好意的な反応を示した。撮影は、 パイロット版と各話のオープニング、エンディング部分についてはプエルトリコで行われたが、その他の部分はカリフォルニアで撮影された。フィールドの階層によれば撮影現場は屈辱的で飛行場面の撮影のためクレーンから吊り下げられたフィールドをスタッフが取り囲み、ひどい時には肩を掴まれ、小道具のように位置を直されたりしたという。第2シーズンに入ると物語は、 ドタバタや露骨なギャグなど徐々にお笑いに傾斜していく傾向が見られ、第3シーズンでは初期に見られた暖かく優しい雰囲気に戻すべく軌道修正が行われた。第3シーズンでは撮影時にフィールドが最初の子を見守っており、外見からもそれとわかる状態になっていた。フィールドが演じる役が宗教的理由で独身であるはずの役であり、かつ風に飛ばされるほど軽い。 という設定であることを考えると、これは大問題であった。制作陣は小道具や風景でうまくフィールドの下腹部を隠したり、飛行場面では代役を使ったりして回避することを余儀なくされた。こうした努力にもかかわらず、番組は第3シーズンで打ち切りとなった。フィールドは、前作、ギジェットは15歳のギジェット役には愛着を感じているが、いたずら天使には、 恥ずかしさしか感じない、と総括している。いたずら天使は、奥様は、魔女、素敵な案と共に、ABC のコメディ枠の一番組として、位置づけられていた。第一シーズン及び、第二シーズンは、木曜日の夜8時からの放送で、裏番組は、西部の王者ダニエル・ブーンであった。番組は、当初は、高い視聴率を獲得したが、回が進むにつれ視聴率は低下していった。 第2シーズンでは、西部の王者ダニエル・ブーンのほか、ハワイ語のゼロとも競合した。第3シーズンでは、放送時間が、水曜夜7時半からに移され、グレン・キャンベルグッド・タイム・アワーが、裏番組となった。どの時期においても、いたずら天使は、裏番組の視聴率を上回ることができず、結局番組は、打ち切りとなった。 人気のあった初期を含めてニールセブの上位30位を占めることはなかった。日本では1968年9月10日から1969年4月1日まで TBS 系列で放送。放送時間は火曜21時30分22時で2年7ヶ月続いた海外作品奥様は魔女の次番組として放送された。番組は批評家には不評であったが、 シスター・ジャクリーンを演じたマージ・レッド・モンドは1967から68年におけるこの役の演技でエミー賞の最優秀女演女優賞にノミネートされた。しかし同賞は奥様は魔女でクララ・オバさんを演じたマリオン・ローンが受賞しレッド・モンドは受賞を逃した。ソニー・ピクチャーズ・ホーム・エンターテインメントはいたずら天使の第一シーズンを2006年3月21日に 第2シーズンを2006年8月15日にそれぞれリージョン1でリリースした。第3シーズンの DVD はリリースされていない。放送時には放送と連動した書籍のシリーズが刊行された。ありがとうございます。